まあ、5人の中でやってきて、その6月21日に突然、その時一時金の要求をしてて、だから要求に対してなんか社長がなんかみんな集めて言うから、また今年も出えへんからごめんなさいって言うんかなと思ったら、南区弁護士を連れてきて、それで不当たりが出るから、でもう会社倒産するからいうことで、あとはこの弁護士に聞いてくれ言うて、社長はもうスーッと逃げてきました。そういうことを全然分からへんかったしね、突然で。5時いわゆる仕事終わってから、営業の部屋に先ほど映像があったところに集められて、でそこから南弁護士に、そんなもんお前出ていけるかいと、それで何を言うんやいうことでいろいろ言うてきて、それでまあ出るいう気持ちはほとんどなかったですね。職場はやっぱり30年から働いてたらね、その職場がやっぱり住まいみたいなのになるんですよ、労働者いうのは。なんかお前は今来たとこでやな、そんな出ていけ言われたって出られへんと、なんで俺ら出なあかんねんと、お前ら出ていけという感じでずっと対応してて、これではあかんなということで、まあ地域の先ほど洛南の田村さんとか、それから井上さんとか、やっぱり田中さんとか、それから京都民謡の玉井さん、それまでいろいろ付き合いがあったからね、とにかく電話して、なんか倒産言うてんねん、あれで、どうしようよ、形で、電話して、とにかく来てくれ言うたら、即飛んできてもらったという。そこからとにかく戦いいうか、みんな集まってくれ言うて、そのみんな営業の部屋にみんないるから、組合としてこの問題は戦っていくから、それで労働組合に結集してくれ言うて、この指止まってくれ言って止まった人間が27人なんです。だからそういうふうに宣言して、これから選挙をして、ここをこう泊まり込みでやるから、だからみんなそれについてきてくれ言うて、それでついてきてくれて、そこから機械の周りにパレットとか引き出してて、それでみるみるうちに何か机が、もともと機械のそばに机があったから、それにいろんなこの組合事務所はあったんですよ。上にあったんで、その事務所からいろいろ資料を持ってきたりして、とにかくその時はもう準備をみんなでやってましたね。だから俺がどうこうせいじゃなくて、みんながこうもう泊まり込みの体制をなんか作り出して、でパレットを引いたりして、それでアルミの刃を入れてる、こういう段ボールのね、大きいのがあって、あれが結構ね、断熱もあるし、クッションもあるしね、そういうのを引き出して、なんかうまいことできるもんやな、なんか場所がうまいことできるもんやな、思って、それをやって、それで片方でやっぱり、そういう地域の組合の人らに呼んで、で、とにかく、対策会議みたいなのをやりだして、でそういうことをずっとやってきて、やっぱり7月22日に全員総連に加盟していったという中で、それから10月6日に支援協力会議が結成されるという段取りがあるんですけど、その間の細かいことはね、やっぱり南弁護士とのいわゆる対応がやっぱり始めあって、それから業者がねやっぱり押しかけてくるんです。いわゆる仕事が中途半端に終わってるもんとかね、もう突然止めるから、だから業者との対応はね、経営者がやってましたわ。社長じゃなくて、社長以外のね、吉宮さんいう人がね、部長でいて、その人がなんか業者に対する対応とか、で営業マンも得意先にね、やっぱりこんなになりましたって電話かけましてましたね、その当日は。だから得意先も自分の仕事があるから、
それにやっぱり責任感持ってるからね、営業マンは。だからその辺に対してもうすごい、もう自分らの仕事をなんとか迷惑かけようにいう感じでね、やっぱり労働者のええとこなんね、仕事に対するやっぱり何ちゅうか愛着いうか責任感いうのはものすごくやっぱり持ってますね、営業マンも。で僕ら現場やからそんなんいつでも止めたらええし、別にこんなんすらんでもええんちゃうかなと思ってたけど、営業マンはやっぱりそうはいかんね、一生懸命やってました。電話かけたりして、それでまあ一週間ほどそういう業者とのやり取りとかあったりして、それで管内人が入ってきたのがね、随分圧倒やと思いますわ。経過的にここに経過にそういうことが載ってるのかね、1ページの辺にね経過が載ってるんやけど、だから南 ですね、7月18日やら南弁護士との団体交渉とかね、そういう南との関係でやっぱり9月5日に管内人と団体交渉やってるわけです。だからだいぶ後ですね、6月に倒産して、だから管内人はやっぱりいろいろ見てたんでしょうね、どうなんかということで。それで先ほどね、進行の方でも言われたように、管内人が全部電気代とかね払うわけです。すごい金ですね。キュービクルいう大きいのあるでしょ、印刷会社に。あれの電気ってすごいんですね。80万ぐらいね、毎月電気代が来てました。そんな、労働組合払い言われたって無理やからね。だからそういうのは全部払ってましたね、管内人が。だから電気も水道も止めなかったし、だから電話も止めなかったし、すべて止めなかったですね、管内人は。で僕らはもう6月27日からずっと泊まり込んでたのも関西にはもう知ってるし、でこの福井さんいうのはね、結構ベテラン弁護士で、京都の弁護士会の副会長ぐらいやってたのね、なんか結構キャリアがある人みたいで、でまあそうこう第1回の債権者集会いうのがだいぶ後になるんですね、状況としては。だから先ほどね、泊まり込みやら大変や言うけどね、あんまり大変やなかったんですよ。なんかね、しんどさなかったね、私は。せやからあかんのか。だからしゃあないなっていう形から出発して、だから どうなのかなっていう、もう先あんまり考えへんかってね。だからもうその葬儀いうか泊まり込みでどうしていこうかいうのは、やっぱり周りが結構指導してくれたいうか、井上さんなんて特にね、やっぱりやってくれた、こうしていく場合